ブレストの U ボート文化 U ボート文化とは空襲から U ボートを保護する堅牢な防空施設である。第二次世界大戦中、ドイツは連合国軍の空襲から渓流、整備中の U ボートを守るために防空施設を建設した。U ボート文化は厚い鉄筋コンクリートで建設され、その外観から連合軍はサブマリンペンと呼称した。リンクイコールファイル。 バンデザーカイブビルト185から12から13、ブレーメン、ユーブートバンカー22バランタン22、バウドット JPG ケロマン文化見取り図第1次、世界大戦中の1917年、フランス、ダンケルクから飛来したイギリス海軍航空隊のカーチス H12 などの航空機は、ベルギー国内のオステンドやゼーブル派兵に建設した U ボート基地を空襲した。 空襲当初はドイツ海軍航空隊が応戦していたが、その脅威が増した1917年8月、魚雷定基地であったゼーブルフヘでは、有望と文化の原型となるコンクリート製の防空壕が建設された。この経流文化は、長さが62メートル、幅9メートルのものを8機つなげて構成されており、英軍の爆撃にも耐えた。この経験から、後の第二次世界大戦においては、 任務を疫痘した U ボートを完璧に経流させることが危険と判断され、相当アドルフ・ヒトラーは潜水艦隊司令長官カールデーニッツ提徳との会合において、党と機関に建設の指示を出した。そして U ボート専用施設として初となる U ボート文化が北海にあるヘルゴラント等に建設され、これに続きハンブルク、キールでも建設が開始されている。 これらは一箇所につき七ヶ月程度の工期で順次、竣工した。なお、この建設には労働者2万人以上が徴用された。この文化は爆撃から効果的に U ボートを守ったため、イギリス空軍は文化の厚い鉄筋コンクリート製屋根を貫通する1万2千ポンド爆弾のトールボーイを導入する。するとドイツはトールボーイにも耐えるよう文化の屋根を増強。 これに対抗するためイギリスは終戦直前の1945年に2万2000ポンド爆弾のグランドスラムを導入した。対戦末期には強固な構造を利用し進軍してきた連合軍に最後まで抵抗した。なお、ラパリスの文化では港湾機能すべてが破壊されずに残った。これは指揮官であるエルンスと私立中将が砲撃しなければ施設を無傷で明け渡すことを条件に、 投降の意を示し、包囲した連合軍もこれを受け入れたためである。戦後いくつかの場所において解体作業が計画されたが、あまりに強固な構造のため計画は中止となり、減損し、ブレストは海軍基地、トロンハイムは民間の港になっているほか、サンナゼールやロリアンのように観光名所として利用されている箇所もあり、航空写真地図などからその姿は現在でも確認できる。 有望と文化には一気に大使一席のみ、係留させるものと二席並行に係留させるものがあり、中には、出入り口に防水扉が設けられ、閉じることで、カンドックの役割を持たせたものもあった。ノルウェーのトロンハイムに建設された、ドーラ1点に、ブレスト、ロリアンに建設された文化ブレーメンのバレンティン文化は非常に大型であり、屋上には、対空機関砲や、 機銃のほか、警戒レーダーなども設置されている、ドーム文化ケロマン文化ンの移動台車橋に乗せられた U67。ありがとうございます。